プロの歴史問題ですか、この人は誰でしょうっていう歴史問題ありましたけども、例えばですよ、クリス・マクムラって書いたチームありましたよ。採点者は僕です。今回、丸にさせていただきます。ドキドキの答え合わせいきたいと思います。みんな楽しみながらみんなで答え合わせいきましょう。ではいきましょう。第1問、1問目いきます。1問目、数学、出題者小野ですね。ちょっとね、点数をばらけてほしいなと思いましてね、今回数学難しいようにしてみました。丸1番、正解はちゃんと直人に言うと560万じゃない。ピンクチーム、そもそも橋はなかったと。何やってんだピンクチームは。それはマルじゃない。それはかなりバッて、もうすぐバッて。はい、マルはレンガの問題ですね。これ数列の問題ですよ皆さん。高校で理系の方がチームにいた時はこれいた方すごく早かったんじゃないでしょうか。逆にね、文系の方しかいなかった場合、この問題にすごくね、時間を取られたらと思います。そう、そこが僕狙いですよ。例えれば誰でも解ける問題だけどね、公式を知ってれば一瞬で解けてしまうという問題です。これ答え、あんまり面白い答えもなかったのですぐ言います。1問目36個、はい、2問目35個、はい、3問目121個、おお、はい、そして意外に来てんのか。何段目ですか。え、何段目ってなんですか。何段目で何個。いや、これは答え数字だけです。ネオさん、これ何分ぐらいですか。121分で丸にしちゃいました。ネオさん、これ何分ぐらいですか。ずっと連続で。チームで相談してください。面白いことがありましたね。